温度差のエネルギーをを回回転力としして取り出し発電機を回す仕組みである一般には、長距離輸送中は体積を縮小させるために引く、摂氏162度以下に冷やして液体にされている、液化天然ガスが利用され、消費地近くでガスに戻す過程で、海水等で温めて生まれる、膨張力でタービンなどを回して発電するものである。冷熱発電は、 比較的小さな発電出力であるが、エネルギーの有効利用が行える方式であると言える。LNG は燃焼や都市ガス化などの用途に使われる前に、LNG 受入れ基地にて液体から気体に戻す再ガス化の必要があり、そこで発生した冷熱エネルギーは冷えた海水の形で無駄なく捨てられるためである。また火力発電や原子力発電と比較すると、 温室効果ガスや放射性廃棄物など有害な物質を出さない。さらに新たに燃料が消費されず、例えば LNG を燃料とする火力発電所では1%程度発電出力が向上する。これらの利点から環境保全と省エネ、資源の有効活用等につながるものとされている。日本では大阪ガスが最初に冷熱発電設備を研究開発し、 千木にランキン方式の初号機を建設した。冷熱発電には下記の3通りの方式がある。ランキン、自家防組み合わせ方式の例日本国内では主に1980年代にガス会社や電力会社によって LNG の受け入れ基地などに設けられ、2001年現在15機が稼働している。ありがとうございます。